はい、こんばんは、千葉ワンオー TV でございます。本日は、こちら、木更津港、こちらで、夜釣りをしたいです、しようと思うんですが、釣り物は、まあカニがいるかなと、渡りガニをいるのかどうか、調査をしていきたいと思います。まあね、あとこちらの方ずーっと釣り場になってるんですが、まあ結構人が多いんで、まあこっそりね、喋りながら、やっていきたいと思います。じゃあ準備します。こちらが、皆さんね釣って見える、とこです。ね、結構人多いんですよ。このね釣り場なんですが、海と駐車場はねもう目の前なんですよ。でトイレもねあるんですよね、正面に。で自販機もあると、そこら辺がね、ファミリー向けかなと。で公園もね結構、広いですよね。まあただ炎天下だとどうかなと思うんですよ。で一番向こうの方、奥の方だと、なんていうのかな、ちょっと遠いから一人で、一番ね近いところで、やっていく感じですよね。まあカニちゃんねいるといいんですがね、まあ正直わかんないですからね。トイレ着きました。じゃあねトイレ行って、準備したいと思います。はい、今日の餌になります。マイワシです。ちょっと小ぶりなんだけど、中バイワシぐらいなんだけど、いくらだったかな、1匹50円、2匹入れるんで、まあ100円で、カニ網に、くっつけるみかんネット、そんな感じですね。でですね、まあ半分にナイフ入れたりそういうこともしてもいいんですけど、今日は持ってきてないんで、これを足で踏んでこう内臓を出しちゃいますね。はい、すぐ出ますんでね、これをね、こちらの仕掛けにつけていきたいと思います。はい、出来上がりましたね。これもね網はね去年、買ったね、どこで買った、上州屋かなで買った、カニ網ですね。これをね、投入していきたいと思います。そして、もう一頭やるのはこの手で投げるやつ、まあ、手前に落とすって感じですよね。はい、これでね、まあ、ヘチのあたりに落としてみたいと思います。まあカニはですね当たりがあるわけじゃないんで、このままね30分ぐらいね、放置してから、揚げたいと思います。はい、船とねマンションの間雷なんですかね、結構光ってるんですよ。見えるかな、映ってるかどうかちょっと、わかんないんですが、まあ車がね真後ろなんでね、まあ船もあるからまあ竿に落ちることはなさそうなんだけど、まあ雨とかね、雷、降ってきたらまあ車の中で待機しようと思います。でね、今から、竿の方、上げていきたいと、思います。こちらまず手のやつからかな、上げていくの。
よいしょ。ああ、ゴミが結構浮いてるね。ゴミがね。はい。まあ、これを取って。あ、これ取ってダメなんか。こっちか。はい。ちょっとね、上げてきます。よいしょ。よいしょ。なんかね、重たくない。重たくない。あ、引っかかってるね。近いとあれがあるのかな。あの、根っこっていうかね、ゴロタっていうかね。でもまあ、ゴロタとかだったらね、なんていうんです。まあ、蚊にいる可能性はありますんで、はい。うん、こんな感じ。今、真下かな？軽っ。うわ、ゴミがすげえ。なんだよ、これ。ああ、全然何にもいねえや。ああ、でもね、餌はね、なんか食われてるね、これ、ガリ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 。餌ないんだもん。一匹入れといたやつ。ほれ、少なくなってる。でも、カニ食ってないんだろうな。俺の勘違いだな。まあ、これ、戻しますね。せーの、それ。もう近くでもどこでもいいや。とりあえず。で、こちらの竿の方も、上げていきたいと思います。多分来てねえんだろうな。なんとなく嫌な予感する。あ、こっちの方がね、重たい感じがする。おぉ。あ、これ根にかかってんのかな。すっごい重たいんだけど。ぐりぐりって言ってる。ドラグを、カンカンに締めて巻かないと、ダメと。あ、違う。ゴミじゃん。なん、全然浅いんだね、ここね。まあ、もっと投げなきゃダメってことか。まあ、1時間ぐらいね、やったんですけど、いなかったっすね。よいしょ。あれ、なんだこれ。はい、再度ね、投げていきたいと思います。竿先にね、糸がグリッグリにね、絡まってたんですよ。だから多分重かったと思うんですが、今度はね、しっかり投げていきたいと思います。よいしょ。結構飛んでくれるといいんだけどな。せーの。今度は少し多めに飛んだような気がする。まあ、暗いからね、わかんないんですよね。はい、こうやってほっときますと。まあどうなんだろうね。まだ情報的にはね、何もわかんないんですが、でもね、ここね、渡りはね、釣れるんですよ。調べると。はい。だからね、入ってれば釣れるかなっていうね、感じはしますよね。で、今ね、満潮なんでね、そんなにね、なんていうの？水深浅くないと思うんだよな。見ても。ほれ、もうすぐそこに、水ありますんで。うん。まあ、粘れるだけね、粘ってみたいと思います。じゃあね、2回目ね、上げていきたいと思います。あ、虫だ。よいしょ。わー、すごい。すごい、ゴミ？ゴミかよ。なんか、いそうもないな。まあ、上げてみるか。いないだろうな。なんか、そんな気がするわ。流されてる。ゴミの方に。なるべくゴミを引っ掛けたくないんだよね。重たくなるからね。あー、もうどうしようもない。あ、
なんかこれ、ゴミがね、ゴミっていうか、あ、全然いねえよ、これ。軽っ。引っかかった。俺、引っかかった。参ったね、これ。真下まで来れば、これ何もおらんよ、これ。カニいないのかな？今時期いてもおかしくないんだけどね。あんまり飛ばさず、この、ヘッジの方、ヘッジの方ね、ここら辺に入れましたよ。うん。いないかもね。まあ、こちらの方もね、一回上げてみます。石ガニ一匹釣れないんだもん。お、こっちの方は、あ、根がかりか。あ、重いね、若干。ゴミかな。若干、あー、抜けた。ゴミだよ、ゴミ。全然、全然いないよ、これ。参ったな、これ。これ。全くいないよね、これ。困ったな。なんだよ、俺。うわぁ、なんか変な、なんだったんだろう。餌が足んないかな。もう、あとね、少し、あと4匹ぐらい餌あるんでね、ちょっと入れてみたいと思います。とりあえず、餌だね。餌のイワシを、まあ、余ってもしょうがないから、2匹ぐらい入れちゃおうかな、これね。2匹ぐらい入れとけば、まあ、いっか。ね。で、まだあと2匹ぐらいはいるんで、まあ、とりあえずね、餌がぐじょぐじょになってね、なくなったらおしまいですよ。よいしょ。今度はあんまり潰さず入れようかな、そのままね。まあ、腹弱いんで、多分、なんていうのかな、入れてる、投げてる最中に多分腹は割れると思いますんで、まあ、ケチらず入れるってことですね。あ、もう腹割れてきとるわ。うん。こんだけ入れればね、いいかな。よし、これを使ってみます。でかいのね、入れました。グッと。グッとね。はい。これ投げてきます。雷がね、結構すごくなってきたんで、今日はね、終了ですね。これ見えるかな？なんかピカピカね、ピカピカ光んのよ。すごく。あ、光った。で、まあ、ね、こういう状態なんで、まあ、危険ということでね、さっき10時40分ぐらいかな？に、まあ、雷が鳴りますよと。まあ、雨とかね、近寄ってますよっていう、まあ、メールが入ってきましたんで、
まあメールっていうか通知かな。うん。まあここはね、なんかちょっと、移送もないんですよね。っていうか時期がちょっと早いかもしれないですよね。まあ、ネットで調べると、9月から11月頃かな、まではいいということでした。で、まあ、今回はね、今8月の20日過ぎ、22かな、なんでね、まだちょっと早いかもしれないですね。また、どうだろう。9月の終わりとかね、時間があればね、また来たいかと思います。ではね、最後に上げて終了したいと思います。ではね、最後上げていきたいと思います。結構ね、要はゴミがあるんで、俺の仕掛けのところに結構引っかかってるっていうか、まあ上げていきます。なんか雷がね、ひどくなってきたんで、ちょっと怖いですよね。まあゴミだけなんとかならんかなと。ね、軽い。はい。あ、ついてる。あ、違う。なんだよ、ついてると思ったら、貝じゃねえか、これ。ね。まあ、これは、ぽい。で、まあ、引き上げですね。